それではここからは大会長とご来賓の方々によりますパネルディスカッションに移らせていただきたいと思います。ではご出演の皆様、お名前をお呼びいたしますので恐れ入りますが壇上の方へお願いいたします。 JPHMA 会長、ユイ・トラコ大会長、それからフラティップ・バナジー先生、プラサンタ・バナジー先生、作家で元自衛隊陸将補池田誠二先生、国史研究家小名木善光先生、東京中央メディカルクリニック理事長白川太郎先生、池尻クリニック院長高野博之先生、 JPHMA 認定ホメオパス田村翔子ホメオパス、以上の皆様によりましてただいまからのお時間進めてまいりたいと思います。本日のプログラムでございますが大変白熱した講演の方がついておりましてちょっとお時間の方が残り少なくなってまいりました。そこで、今日は、皆様壇上にお上がりいただきましたご来賓の皆様に、今日のテーマに関しまして、この今回のコングレスのテーマでございます今こそ有事に備える食、心、命、すべてにホメオパシー、このテーマに関しまして今日東証ホールにお越しいただいているご来場の皆様、そして現在パッチテレビ様のライブ配信をご覧いただいております全世界のインターネットの視聴者の皆様、皆様に対してぜひお話ししたいこと、訴えたいメッセージ、そのようなことがございましたらお一人お一人にお言葉を賜りたいというふうに考えております。壇上の方はよろしいでしょうか。中継の方も大丈夫でしょうか。それでは、ただいまより、次のプログラムパネルディスカッションになりますが、今申し上げたような形で進めさせてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はじめに由井大会長、今回この2014年10月というこの時期にこの今こそ有事に備える食、心、命、すべてにホメオパシーというテーマでこの学術大会を開催した、動機といいましょうか、もし何かそのようなものがありましたら初めにお話しいただけたらと思います。世の中見ますとね、いろんな不安になる要素もいっぱいあると思います。でこの不安になる要素をね見ていけば本当に日本って大丈夫だろうかって、これ日本だけじゃなくてですよ、海外でもそうなんですけど、本当に一部のですね命よりお金の方が好きな方々がいらっしゃって、人の命をもう本当にねこんなちっちゃいねものとして見る人がいる、それが誠に残念に思う。でその手に乗らないためにどうすればいいかということを考えます。巷ではやっぱりその長生きをなさってね、いっぱい金儲けなさってる方がいらっしゃるじゃないですか。この巷にいる方が何をしてるかって聞いたらですね、ホメオパシーを医療は使ってるわけですね。でまたその方は自然農で作った野菜を食べてるわけですね。ですからその方がやってることを同じことすれば私たちも健康になるんだと思うわけでありますから、そうしたらいいなと思います。それでやっぱり知るってことはすごく大事だと思いますので、さまざまなことをですねお調べになって、で自分はどうしたいか、
自分によく聞いて本音で生きて、この日しかない、命には限りがありますから、限りない命だったら一生懸命毎日毎日この日しかないと思って生きるのが大事じゃないかと思うわけです。ですからこういう活動を実践してやっております。ありがとうございます。今日のお話では有事ということで、外なる有事とも言うべき、例えば日本の国難であるとか国際問題、政治、歴史、そのようなテーマのお話がございました。また内なる有事としては、さまざまな難病、そういう疾患などの問題もあったかと思います。そのうちにまず外なる有事として、今の日本の状況、また日本の歴史などをお話しいただきました。お二方のご来賓の方々から改めて、今回のこのテーマに関して会場の皆様、そしてインターネットでご覧の皆様にメッセージをいただけたらと思います。では初めに、池田誠司先生、この今こそ有事に備えるというテーマに関して皆様に訴えたいメッセージなどがございましたら、ぜひお言葉をいただけたらと思います。はい、先ほど講演で話しましたけども、なぜ20年前のオウムの話をしたか、実はこれは解決されていないわけですね。私が自転車で通勤していくということが、なんで要するにテロリストたちに分かっていたかといえば、当然私がずっと申請する、通勤手当をもらうための申請する、その用紙が全部向こうに行ってるわけなんですよ。そうするということは、かなりの組織ということは分かるでしょう。だから日本は戦後、実は、アメリカがずっと統治していたんですけども、それが結局そのアメリカの統治じゃなくて、さらにその多くの院の人たちがアメリカの米軍を使って日本を永久的にお金を吸い上げるための体制にしていたんだよと。オウムというのはその中の間に またオウムを作った組織があるわけです。歴然と日本の組織なんです。実はそういう方々が日本の政治を実はやっているんじゃないか、そういうところまで影響を与えているんじゃないか、そういうのを全部含めて我々は病気にされながら、そしてお金だけ持っていかれている。例えばこういう話があるんですね。キッシンジャーが中国の共産党のところの党首のところに行きました。何を言ったか、お前たちは早く尖閣を占領しろと。そしたら日本は自衛隊が使えないので、慌てて俺たちのところに武器をいっぱい買いに来る、だから早く占領しろという話もあります。さらにもう一つ、今度は北朝鮮のミサイルの問題がありますけれども、横田の基地から米軍の輸送機が日本のブルドーザーを持ってってるんですよ。これを外務省 の担当官が米軍に問い合わせると、お前それ以上詮索すると日米、安全保障というか日米友好にひびが入るよというので釘を刺されて、それ以上はもう問うことはできなかった。もちろん新聞上には一切載りません。それは彼らが全部牛耳っているんだから。でもそういうことをしっかり一つ一つ知ることによって国は変わるし、また一人一人の健康に生きるということもできるし、それを変えていったのがドイツであり北欧であり、そしてプーチンたちロシアなんですよ。でも彼らが言っているのは、日本を早く変えなさいって、日本が変わらなきゃ世界が変わらないだろう、それが現状じゃないかなと思います。以上です。今日ちょっと中継してるのを知らずに、あまりにも本当のことを言いすぎたので、皆さん帰るとき心配してください。ありがとうございます。では小薙先生、いかがでしょうか。有事ということなんですけれども、7世紀から13世紀まで約600年間にわたって日本というのは非常に平和で豊かな時代を築いたんですね。争いのない時代を築いた。でところが平安時代の末期ぐらいになりますと、保元の乱があり平治の乱があり、平の清盛が権力を持ったかと思ったら、その清盛が死んだ後すぐに平家は滅ぼされて、で、平家を滅ぼした義経は今度は同じ源氏の兄貴に滅ぼされて、でやっとこさその源の頼朝が鎌倉に政権作ったと思ったら、今度はその後を継いだ第2代の将軍というのが鎌倉幕府を作るのに貢献した御家人たちを片っ端から粛清始めて、でこれはまずいということで3代将軍の実朝が立ったと思ったら、その実朝はなんと鶴岡八幡宮で殺されてしまって、とにかくもうどんどんこう人が死んでいく、人が死ぬ、人が人と殺し合うということを非常に嫌う時代を600年ですよ、
600年間ずっと築いてきたのに、それが目の前でどんどん音を立てて崩れていく。で実はあの小倉百人一首っていうのは、その時代が音を立てて崩れていった時に、その崩れていく世の中を悼んで、で百首の歌でその時代の人々の思いっていうものをぐっとこう凝縮したっていう、そういうものなんですね。でところがその我々はその百人一首の時代ではなくて、もっとずっと後に生きてるわけです。歴史を振り返って見ることができます。そうしますとね、非常に不思議なんですけれども、その確かにその保元の乱、平治の乱以降国が荒れて、でお侍さんたちが起きて殺し合いばっかりするようになりました。鎌倉幕府ができました。でもその後何が起こったんでしょう。元寇なんですよ。外から元と不備来、元と高麗の大軍が日本に攻めてきたわけです。もし日本がそれ以前の貴族体制のまま、つまり平和な武器を持たない、そういう体制のままでいたら、おそらく日本は滅びていた。ところが武家が起こることによって元寇で戦って、日本は国を維持することができたわけですね。でところがその後また元をやっつけた鎌倉幕府も滅びてしまって、でまた戦国時代が起こって、群雄割拠の時代になって、何が起こったのかというと、鉄砲がやってきて、で当時スペイン、ポルトガルっていうのはまさに世界を植民地として席巻してたわけですけれども、日本には種子島に鉄砲がもたらされたときに、鉄砲をどんどん日本人は作って、なんと当時秀吉の頃になりますと、世界の鉄砲保有数の約半分が日本製だった。日本にその鉄砲があったという時代になるわけです。ずっと長い時代を振り返ってみますと、なんだかんだって言って日本というのは守られてきてる。それはなぜ守られたのかといったら、我々生きてるんじゃなくて生かされてるから、何か大切にしようとするものを持っていたから、解決するのは多分心にある、そういうことなんじゃなかろうかなという気がしています。いろんな事件、いろんな問題が起こると思いますけれども、その起こることに対してそれぞれ個別に対処していくことももちろん大切なんですけれども、長い長い目で見ていったときに、絶対にいい方向に向かっていくっていうのは日本の歴史であったんではなかろうかなというふうに思っています。ありがとうございました。続きまして、今先ほど私が申し上げました内なる有事と申しますか、さまざまな疾患、難病なども含めて、そういったものが、こう食、心、そういうものから来るものもたくさんあるかと思います。何かそのあたり、今度は内なる有事の方にテーマを移しまして、白川先生、何かあるいは、今日のコングレス全体の感想とか、そのようなものでも結構ですが、 お言葉を皆さんにいただけたらと思います。私医者ですけど、テーマが有事とどうのこうのって知らなかったのであれですけど、私には私の意見がありますけども、要するに国家っていうのは何ですかっていうふうに言われて、国境線があってそこより向こうは違う国の人だっていうところから争いが始まるわけでしょ。で日本は幸いにして海があったから、それほとんど意識しなかったので、今の時代になって、他に、そういう付き合う国が出てくると、どういうふうにお付き合いするかってことが問題になってくるわけで、私の家内は中国人ですので、中国ということに関しての考え方は私はその一緒になる前と後とで大きく変わっていますし、ぶっちゃけた話、もし、全世界の人たちがお互いに国際結婚をし合っていたら、相手の国を攻めようっていう人はほとんどいなくなるでしょうね。ですから一番簡単な解決法は、国際結婚をお勧めするということだと、思いますけれども、要するに、ゆい会長がおっしゃったように、その国という概念が導入されると、他に自分たちと違う人がいて、あいつらはっていうことで、自分との違いを前面に出すわけですね。私、遺伝子が専門でやっていますけども、私の先輩に言われた非常に大きな言葉がありまして、差別というのは遺伝子の中にあるんではなくて、あなたたちの心にあるんだから、思い切って研究をしろと私言われました。
私どもが遺伝子を研究してそれによってほとんどの病気が成り立つんだっていうことを、まあ、20年前に我が国にもそういう研究が導入されたときに、みんなその患者さんおよび親おじいさんおばあさんにそれを協力をお願いすると俺が子供のに遺伝子を伝えたことが責任かということで、とんでもないことだって言って誰も協力してもらえませんでしたけど、結局遺伝子がその人の病気を起こしているわけですけども、それが差別を生んでいるわけではないです。なぜかというとさっき言ったように300塩基対に1つずつ皆さんの違いがあるわけですから、高血圧の遺伝子の異常を持っている人は、たまたまそれを持ってただけで私はそれを持ってなくても別のがんの遺伝子を持っているというかでお互い、違いはあってただし、無事でいられる人は一人もいないわけですね。だからそれを、情報をオープンにすれば皆さんお互いにどっちがいいとか悪いとかさっき同情から出発するとまあ喧嘩のもとになるって話もありましたけど、そういう心っていうのは非常に難しくて、それを私はあの人より、マシだ、私はあの人よりひどいことになってるっていうそういうところからスタートすれば病気っていうのにも差別が生まれて私はあの人より良かったどうのこうの、それが発展すれば要するに、お互い、病気というものを起点にして、そんなやつは死んじまえとかそういう話にまで発展していくわけですね。ですからやっぱり根本的に人間が考えるという心を持ったために、本来平等であるという考えが消し飛ぶというところが全ての根本になるので、そこをもし我々医療に属しているものが話をできてそれを安らげるということができるとするならば、さっき言った元に帰りますけども遺伝子というのは極めて皆さんに平等である人ばっかりに偏って出てきているわけではないわけです。だからそこのところをきっちり皆さんが理解していただければ、要するにそういう差別もなくなっていくと私は思いますけどね。ありがとうございました。大変、意外な視点からのご意見などもございましたが非常に参考になるところが多かったのではないでしょうか。では続きまして、高野先生よろしくお願いいたします。池尻クリニックの高野です。はい、まあ、皆さん自分がどんな医者か大体ご存知存じていただいているっていうのを前提でも話しちゃいますけど、自己紹介する時間もあんまりないので、まあやはり今日のお話も伺っていて、まあ、諸外国との関係であれ自分の体の中症状出てくる症状との関係であれ、まあ、うまく付き合うっていうのはまずなんか大事なのかなというふうにすごく思いました。統合医療に関してもそうなんですけど、まあ、いろんな選択肢があって、自分統合医学医師の会 の、 副会長を拝命してまして、その会長さんが白川先生なんですけど、まあ、統合医学っていうのがそのいろいろないわゆる代替医療現代医学とは違う方法でやれることをやるっていうのを目指しているんですけども、まあ、でも結局、まあ、いろんな方法があって通常の一般的な保険診療でできること以外の方法っていうのも本当に漢方薬アイルベーダー、まあ、もちろん食用上もそうですし、まあ、自分はホメオパシーを中心にしてやりたいとは思ってるんですけど、いろんな方法があって、でやっぱり今日のお話でも白川先生のされてる遺伝子治療免疫療法とかバナジー先生たちのバナジープロトコールとか4年間トラコ先生のもとで学んできた身としてはちょっと邪道じゃねえかっていう気もちょっとするんですけど、皆さんもそういう思いがあったりもされるかもしれないんですけど、でもやはり体に負担の少ない方法であり、まあ、効果かなり高い効果を上げている方法でありというので、そういうのも本当に取り入れられるといいんじゃないかなと思います。それはやはりケースバイケースでこの同じがんという病名であってもやり方っていうのはいろいろ考えられるんじゃないかと思いますし、またそういう、まあ、また両方同士で喧嘩するみたいなことになるとすごくもったいないなと思うので、もちろん体に負担になる明らかに本人にとって悪いようなものは避けた方がいいですし、現代医学的なことにしても
やはりこれも先ほどトラコ先生も言われてたみたいに必要な時はあるんだけれども、必要ないのにそれをされすぎているっていうのが問題だと思うので、その辺をうまく見比べながら見極めながらその選択肢として持っているっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思うので、本当そういう考え方でできるといいんじゃないかなと思いました。あの池尻クリニックって今一旦移転のためちょっとあのお休み状態になっていまして、また12月からあの洋画の市営庁務の学校のある建物の1階で再開する予定になってますので、ちょっと今ご迷惑かけてる部分もあるんですけども、またあの再開は12月からの予定ですのでよろしくお願いいたします。はい、高野先生ありがとうございました。では、田村ホメパス、ぜひ何か今日のテーマに関連して皆様に、お話ししたいことがございましたらいただけたらと思います。私はあの高一の女の子を育てている母親でもあるので、まあ、今日いろんな先生方のお話を伺って、もう本当に子育てをしにくい世の中になってしまったなと、まあ、いろいろ思ったんですが、まあ、ただあの、まあ、あの自分たちでできることもあるわけで、まあ、職を選ぶとか医療を選ぶとか、あとあのレメディをあの使い方をしっかり子どもに教えておくとか、まあ、そういうことでしっかり乗り切っていきたいなと思いました。まあ、私事ですが、ちょうど、高1の娘が、まあ、2年間くらい、まあ、ひどい反抗期だったんですけど、まあ、今週の前半くらいからもうあのそろそろ終わったなってちょっとピンときました。まあ、あのこの反抗期を乗り越えるために、もうすごくすごくレメディのお世話になったわけですけど、まああのまあ、アナカーディアムで、まあ、あの反抗して反抗して、まあ、落ちてしまった成績が、まあ、かなり上がり、そして、まあ、将来どういう方向に進むかっていうのもそのレメディでなんか明らかになったようですし、そして、まあ、ちょっと速報の悪さもモスカスで直して、そしてまあ、ちょっとスマホを結構すごくいじってたんですけど、まあ、それもなんかサポートシンクでかなり良くなりました。でこれからまあね、これからまあいろいろ年を重ねていって失恋もあるかもしれないし、何か失敗があるかもしれないし、まあ、それこそ今日いろいろお話があった、まあ、有事でいろんなことがあるかもしれませんが、しっかりホメオパシーの使い方を教えて、そして乗り越えていけるように母親としてちょっと指導していきたいななんて思いました。ありがとうございました。今日会場の皆様、お母様の方も多いかと思うので、また参考になった点もあるかと思います。では両バナジー先生に、ぜひ会場の皆様、そしてインターネットで、この様子をご覧の皆様にぜひ何かメッセージがありましたらお伝えいただけたらと思います。We are simple homeopaths, but we have done some improvement in the system of treatment which you have seen. And now the World Health Organization has a publication where they write that homeopathy is the second practiced medical system in the world today. And last year, 25% people of the global public has not taken conventional medicine. The cause is this. So, that, 私たちは本当にシンプルなホメオパスなんです。で、私たちが作ったのはシステムなんですが、それが出版されていろいろ世界に広がり始めました。そして面白いことに、実は今治療されている手法でホメオパシーというのが西洋医療に続いて2番目にあるんですね。そして世界人口で見たうちの 25% が実は、この従来の医学を使わずに、病気に対して治療されているという、リサーチもされています。 WHO has further published that why the general public is deviating from the conventional treatment. They have written that what the public knowledege isNo difficult cases, no chronic cases are cured by conventional medicine. You can see the net, you can see these things. Because anything is in a chronic disease, in conventional, they give a medicine and tell you to take the whole of your life. When a patient goes to a doctor,
wants that the patient is cured and medicine is stopped. But that's not happening in the conventional treatment in the chronic cases. So people are now scared that if I go to for conventional treatment, we may be taken disease for life. And the second and the difficulty is the homeopaths has not. そしてもう一つ WHO の方からですね、発表されている内容としては、一般的な対象の中で実は従来の医療から離れているケース、なぜこういうことが起きているのかということが調べられています。その、理由としてあるものの一つとしては、慢性病になった場合、薬品とかで治療されて治ることがないと、逆に命が取られてしまう、死んでしまうということで、非常にその従来のお医者さんにかかって病気を治すことが怖くなっているって方が多いと。 So as homeopaths we try to uplift ourselves, and I advise everybody, all the homeopathy community, to be updated, to be present the knowledge of the disease and everything. It is not Dr. Hahnemann's time. Dr. Hahnemann is always here. He is respected by us.But he was the first word in homeopathy, not the last word. そしてもう一つ言いたいのは、ホメオパスの皆さんですね、コミュニティを作りまして、そして病気とか治療してきたものをどんどん発表してください。ハーネマンの時代は確かに、彼は非常に素晴らしい方で、一つ引き継ぎ上げたことというのは偉大なるものなのですが、彼がやった時代からだいぶ私たちは進化しているのです。なのでハーメノンは、ホメオパシーを始めた人間ですけど、最後のホメオパスではないはずなんです。We should, the homeopaths should get up and come to the standards of the conventional medicines and the present day scientific system.ホメオパスの皆さん、立ち上がってください。そして従来の医学、そしてシステムそのものですね、社会そのものに対して私たちは堂々とやっていきましょう。Because government is open, but they want that people should be given proper treatment, proper help. If you can't prove yourself that you can give a proper help, how can the government accept it?もうすでに扉は開いているのです。その世の中のみんなは何を期待しているかというのは、適切な治療です。そして適切な手助けです。それができないのであれば、そういう立場にいること自体がおかしいと思います。 So my desire at this age, after doing homeopathy for more than 60 years, that we should be totally get up ourselves, make ourselves to the standards of the present day scienceAnd homeopathy should be number one treatment in the world today. 私が60年もホメオパシーをやってきて、期待していることが一つあります。それはみんな立ち上がってほしいんです。そして科学の基準が私たちがやっているものぐらいに到達するようになってほしいと思っています。で、ホメオパシーが一番の治療方法として、世の中に役立つことを期待しています。Firstly, I'd like to thank Dr. Wee and the JPHMA for having this wonderful conference, the first day of which was really a very resounding success. I think that every year this is getting better and better.まずはユイ大会長、そして JPHMA の皆さんに対して感謝の意を表したいと思います。最初の1年目も素晴らしかったのですが、それからもどん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 飛躍されていますね。I'd like to comment on some of the speakers and what they have said today. I think, sorry, please carry on. 本日のコメントですね。スピーカーに対してのコメントを差し上げることを許していただけますでしょうか。Satoko Kudo, what a wonderful presentation it was, with a very in-depth study and observation of a relationship between cause and effect in the treatment, and the mother and daughter relationship.And the use of remedies in a scientific manner. Very, very nice presentation. Kudo さんの最初のプレゼンですね。その人間関係も含めて、いろんな関係性、病気との関係性の話はすごく素晴らしかったと思います。あと親子のケースも素晴らしいものでしたね。And of course, Funazuka, Chai Funazuka,
船塚さんですか? Very important presentation where there's an in-depth analysis of the events and circumstances that can guide selection of treatment in a scientific manner. Very, very, very well put together presentation.科学的に、その病気に対しての治療法とかを考えているところの、スタンスが非常に良かったと思います。Hirokazu Sunada, such a presentation, a very required and very important presentation, and very well scientifically put together, showing the skin cases where the improvement can be seen, the consultations followed up.In a very, very scientific manner. They're showing before and after treatment pictures. It's a very, very good presentation. そして次に砂田さん、非常に重要でかつ素晴らしいプレゼンだったと思います。科学的にちゃんと症例をその改善されているものを写真付きで見せてたっていうのが記録として素晴らしいと思いました。And also the relationship between the mind and the skin, that was very well put together.あとその心の原因そして皮膚の関係性も素晴らしかったと思います Naomi Abe very moving speech showing the courage of the Japanese people and the great sense of duty and the ability to overcome all calamities and disasters her ability and evolution of her understanding of her own self and regarding the real wealth which lies withinIs very, very welcome. そして次に、心を揺り動かしていただいた素晴らしいスピーチ、安倍さんですね、勇気を持って話していただいたことが素晴らしかったと思います。災害という非常に大変な思いをしたところで、自問自答をしながら前進していく姿には心を打たれました。Mr. Atsuko Takahashi, cancer survivor, and whose life has been challenged once again by the earthquake, her description of the time of the disaster.Is very, very moving, showing her true courage. そして高橋さんですね、がんという非常に大変な思いをした、その後でまた地震という両方の話をしていただいたこと、それに対して勇気を持って立ち向かったことが素晴らしかったと思います。This presentation had some truly moving images. And the description of the work done by Dr.We and the GPHMA, it shows that the strength that is available and that is inherent in the Japanese people. そして写真も衝撃的な写真がいっぱいありました。さらにその中には由井会長を含めスタッフの皆さんがサポートしているところ、これを見てたときに日本の底力って素晴らしいなと思いました。Hisai Kajiyama, student, earthquake.Very, very admirable for getting involved in relief work and for urging people to actually join into this relief and telling the population to fix themselves and to put things back to normal. Also admirable is his veterinary aspect where he's taking care of the dogs.そして次に梶山さん生徒だったのでしょうか、すごく素晴らしいと思いましたのがみんな立ち上がることということをおっしゃってたことですねであと自分自身がいろいろ変えていかなければいけないというところに勇気を持って話していただいたことそして、動物に対する愛情も素晴らしかったと思います I have many many pages left so we are, please be patient まだまだ紙は続くのでちょっと待っててくださいねメモは Not really SoYonemaru, Teruhisa Yonemaru. Yonemaru san desu ka? Very, very well put together presentation, an excellent video on nature farming and the aspect of it. Very, very impressed. We were very impressed with that.すごくいいスピーチでしたし、その動画も素晴らしかったですね。もうその自然農法の素晴らしさがよく伝わりました。Mr. Katsukiyo Honda, regarding the restaurant, what a wonderful idea.I think that this organic food and getting really good quality food is going to become more and more rare in this world. And it is a really admirable effort on the part of Dr. Wee and Mr. Honda and the JPHMA group to get the idea to do such a project. We're very, very good.
そして次に本田さん、レストランという素晴らしいアイデアを披露していただきました。もう今日この時代になりますと良質な食べ物が手に入るというのはかなり困難なことです。これは由井大会長を含め JPFJ の皆さんが手をかけて実現している夢だということが分かりました。 General Ikeda そして池田さん who has been called a crazy man to support homeopathy ホメオパシーをサポートする狂人と言われているとか。Sir, I hope we continue to get support from people like you because this is very much required to take homeopathy to its rightful position. 池田さんのような方にサポートしていただくことは非常に重要だと思っているんですね。ホメオパシーが、それ相当の立場として立つためには。Your speech regarding the natural history of disease and the nightmares of the pharmaceutical industry.They were very enlightening. そして病気の歴史だったり、薬害の話とかも非常に面白かったです。I think I'm almost getting there. もうすぐ終わります。もうちょっと待ってください。And also how the food is being given bad to create a sick future generations. We are also observing these trends.私たち衝撃だったのはやっぱり食べ物そのものがより病気を持つ世代を作っていくためにできているというところは衝撃的ですね。In 1905, there were 150 homeopathic hospitals in America. アメリカでは1905年150人のホメオパスがいたんですね。Today there isn't even one. Today there's none. しかし今日は誰もいません。In 1905, John Rockefeller, he wanted to invest into alternative medicine. そして、1905年、ジョン・ラファエルはここに投資をしていこうと思ったわけです。He sanctioned $300 million at that time to be invested into alternative medicine. そしてこの代替医療に対して、その当時ですね、30万ドルを投資しようと。The team dedicated or designated to do research on these alternative medicine institutions, the homeopathic colleges, gave an adverse report, and this homeopathy lost the whole funding that would have been available at that point of time. そしてその時リサーチも立てられてリサーチをやる方たちがホメオパシー含めていろんな代替医療を見たんですが、この時に上がったレポート報告書がホメオパシーについて非常に悪く書かれてたので、そこからいきなり権威をなくしてしまったんですね。That destroyed homeopathy in America. そこでアメリカにおけるホメオパシーの立場は破壊されました。Mr. Zenku Onagi, what a fantastic presentation showing the relationship between art and different nations. そして、ヤギさんのですね、その、おやぎさん、失礼します。オナギさんの、素晴らしい芸術との、その違い、関係性を見せたのが素晴らしかったと思います。Dr. Shirakawa, thank you so much for your enlightening presentation. Because there are many, manypeople in the medical community now who are also having second thoughts about many of the myths and facts about various advertised medical facts. You know, this advertised medical fact, they say this is good for you, that is good for you. A lot of it is driven by the economy and the market and the business community and the pharma industry.そして、白川さん非常に、想起されるようなスピーチをありがとうございます。おっしゃっている通りに従来 その西洋医学をやっている方たちでもやっぱり薬品に対して何らかの疑問を持ち始めています。特にその洗練されている体にいいんだよと言われていることにもが実は裏があるんじゃないかなって、話した通りにビジネスを作るために出来上がっているその仕組みであると。And regarding Dr. Torakui, I don't think I'm competent to say any words. そして由井大会長に関しては私が何か述べるほどのあれじゃないと思うんですよね。もう皆さん素晴らしさは十分わかってるかと思います。Because such a wonderful thing she has done for homeopathy and for the Japanese people. Not only the medicinal aspect of it, not only the disease part of it, but also the farming, the support to live a healthy life.By using homeopathy, and this is truly her contribution is truly food
mind and life with homeopathy. Thank you very much for giving me this opportunity to talk.そして次私が獣医大会長に言うなら卒だけありますが、彼女はここの日本の社会にとって素晴らしい貢献をしたと思うんですね。それは、レメディとかホメオパシーだけではなくてですね、食事、食を考えていること、農業を始めたこと、今回の、心、食、そして命に対してのカンファレンスがもうそれを全部言い表してるんじゃないかなと思うんですね。彼女が今までやってきているこの貢献度合いに関しては素晴らしいと思います。今日は本当にありがとうございました。プラサントバナジー先生、プラティバナジー先生、ありがとうございました。今プラティバナジー先生に、思いもよらず1日目の総評をいただいてしまいまして、キリがいいかと思うので、このパネルディスカッションのままじゃあここにて、これにて、締めさせていただきたいと思います。今一度ご来賓の諸先生方に拍手をお願いいたします。